はい、昨日ですね、東京ドームに巨人阪神戦、現地観戦をしてきたんですけども、いやー、宇都宮いいですね。これで宇都宮自身は4連勝ということで、完全復活と言っていいんじゃないでしょうか。まあ3対2でね、なんとか勝ったんですけども、最後の方はね、宮國の押し出しだとかね、あとホームランも出ましてね、ちょっとね、大丈夫かななんて思いながら、もう手に汗握る試合だったです。言ってみればね、日本酒を飲みすぎるようなもんですよね。どういうことかって、ヒヤヒヤで酔いしれたってね。ねずっちです。では、また。